大地は葉のようだ。花や果実より先に成長し、生き生きとした地球を構築する。それに比べると、あらゆる動植物の命は寄生生活としか思えない。人は何か仕事をしていないと、むしろ正常無為になれない。何かを捨てるだけなら、人々は永遠に成功を手にできない。この世で最も難しい職業は詩人だろう。一人の力で過去のあらゆる輝きを超えるなんて、どんな時代においても天才にしかできないことだ。私のような存在は、せいぜい子供たちに見せるコメディで道化を演じ、韻を踏んだセリフを口にするくらいしかできない。全世界の人々、こんばんは。私はヨルムンガンドの臨時発言者、ハイヘビ。他の番組を楽しんでいる中で時間を取ってしまい申し訳ないが、これから数分間でできるだけ簡単に説明するよ。人類と地球の運命にこの数時間でどれほど激しい変化があったかを、我々ヨルムンガンドの秘密の努力のおかげで、崩壊という災害は地球から完全に消えた。昼間に体調不良などの症状があった場合、それは崩壊を駆逐するためのちょっとした副作用に過ぎないから、どうかご心配なく。君たちの命が脅威にさらされることはない。それだけでなく、思想の海に溶け込み、精神のアダムの一部となるのだ。現実的で醜い世界は意味を失い、永遠に続く甘い夢が君たちの唯一の真実になる。君たちは時間の枷を振り切り、夢がつながり合い、あらゆるものを超える本当の奇跡を構築する。君たちに祝福を。伝説の極楽浄土は今降臨しようとしている。そしてこの福音を耳にした全ての人たちは、限りなく真実に近い幼少の証を手に入れる。子供たちの世話は殴り合いよりずっと面白い。君たちもそう思うだろう。